シェーン・グランツは日本の競争馬。主な勝ち倉は2018年のアルテミス・ステークス。場名の意味はドイツ語で美しい輝き。半姉に阪神ジュベナイル・フィリーズ・オークスを制したソウル・スターリングがいる。7月29日札幌の新馬戦に一番人気で出走。後方追走から追い込んでくるも5着に終わる。8月18日札幌の未勝利戦では、 道中最後肩追走から4コーナーで進出を開始すると直線でメンバー最速の上がり36秒4の末足で後続馬に小橋審査をつけ2戦目で初勝利を飾る重賞初挑戦となった10月27日東京のアルテミスステークスではスタートで後手を踏み後方からの追走となるも直線で鋭く足を伸ばし 先に抜け出したビーチサンバをハンバシン差し切って重傷発制覇を果たした。12月9日の阪神ジュベナイルフィリーズでは後方から追い込んでくるもののダノンファンタジーの4着だった。3月2日のチューリップ賞ではダノンファンタジーに次ぐ2番人気に押されるも5着に敗退。その後、ン馬3冠レース全てに出走したが9着、7着、11着という結果に終わった。 11月23日のキャピタルステークスでは、丸山元気とのコンビで挑んだが発着。レース後、クッ炎を発症したため、11月29日付で、競争馬登録を抹消し現役を引退した。引退後は、繁殖品馬となる。以下の内容は netkeiba.com の情報に基づく。ありがとうございます。